ラナ方、今日はふとした時に使いたくなると同時に同速大好きおじさんの強い味方初代ガンダム使ってきました。この機体を出すのはあの大幅修正の時出して以来だから、まあ、これで2回目か。もともとは動画撮る気なくて適当にガンダムのダメ計算でもやるべみたいな感じでトレーニングやってたんだけど、あれ？もしかしたらこの武装とあの武装を組み合わせれば面白い置き攻めができるんじゃないかなということで、じゃあ一丁極めてみっかというわけで撮ってきました。ではその場面が来るまで普通に対戦に声入れていきましょうか。今回は前置き早く終わったね。さて状況は特には動いてはいない。相方のギスがデュラメスに噛みついたあたりか。ここは闇討ち際に前特写キャンセルからのどん底おじさん活動ですね。ここでスーパーナパームを被せようとするが相方にしか入ってないですね。すまん、ナパームを爆破する手が止まらんかった。デュラメス、赤ロックギリギリまで捉えて射撃 CS、 ドン引きの強さ。発生がねちょっと遅くて、いわゆる普通の射撃 CS、 単発チャージ系とはちょっと使い方が違うんだけど、当て方さえ覚えれば一気にスーパー強強武装になるので、ぜひ。向こうのデュラメスが M 覚醒してそれを相方にやってもらってる間に、こちらはギス3との低リスクのお見合いですね。相方がそろそろ合流してくれるのを願って離脱しましょう。まあ、ここからデュラメス2落ちも視野なんですよね。後ろ角対応して、まあ、中距離安定保ってくるトールギス。もちろん攻撃は当たるわけがないので、まあ、そこら辺臨機応変に動いてもいいんじゃないでしょうか。ガンキャノンがすごい誘導からのレベル3刺して、さてここからが俺がやりたかったところ。こんな感じに鈍速つけたやつに上からスーパーナパームで追撃して、なんか疑似プレッシャーみたいな置き攻めをやろうかっこ提案みたいなやつなんですけども、これはうまくいった感じですね。さっきちょっと未遂に終わったやつもあったけど。そして覚醒で逃げるデュナメスを射撃 CS で着地を取ってから2人でトールギスにダメージを与えていきたいが、さすがに向こうも M 覚醒早すぎる。捉えられず今度はこちらが攻めていく番になりましたね。相方も一落ちしてちょっと体力が減ってる感じなので、うまくアピールしていきましょう。幸いねガンダムは詰める武装もあれば、まあ、後ろで弾を巻く武装もあるので、かなり、まあ、てか意外とキャラパワーは高めなんですよね。ギスに射撃で取られてしまって、トールギス詰めて詰めていきたいが、一度は硬直を取るが普通にビームで追撃でよかったね。デュナメスも視野だな。さっき言った通りシールド投げから突き刺しでダメージを取ってギスにビームをもらってしまうが必要経費でしょう。ここらでもう終わりですかね。ビームで追撃されて落とされてしまった。コストオーバーしてこちら L 覚醒が溜まっているが、吐いたところでギリギリ相方がたまらないからちょっと覚醒を渋ってしまったが、そのケツを拭ってくれたのが相方のトールギス3でしたね。ありがとうございます。どうですあの置き攻め、なんかこう夢が広がる音がする。2戦目ですね。お相手ウイニングガンダムとユニコーンガンダムですね。やっていきましょう。とりあえず最初は2戦らしく後ろでちまちまやっていきましょうかね。相手にスターウイニングがいるのでスターファンネルを食らわないように、そこら辺はぜひ気をつけたいところ。早速スターファンネルが来るのでしっかり回避行動してから、ガンキャノンが強い。前特殊普通に強いんだよね。ドン王子もしっかりやってから上取ってナパームで置き攻め。ゼロがちょっと怖かったのでビームは一発だけで済ませて、少しまた距離を離していきたい。ウィングゼロに追われて上で格闘振ってすれ違いざまにしっかり着地して、相方のケアも素晴らしい。スターファンデルは避けられなかったけども、ここでウィニングがリアルモードになっているので N バズが当たったが、ガンダムを使う上でちゃんとね横バズと N バズしっかり使い分けていきたいですね。弾速とあと当たったら強制ダウンの N バズと、あとは移動しながら打てて、多分誘導はそっちの方が強いかな。そんな横バズ使い分けていきたい。ファンネル避けてからウィングゼロが覚醒してくるか。あれ覚醒使ったっけ、ちょっとよく見てなかったけども、相方と一緒にウィングゼロダウンを取ってから再びウィニングとの対マンですね。向こうのウィングが覚醒するが、それは相方にやっていただきましょう。体力もたくさんあるっぽいしね。まあ、こっちはスターファンネルを避けるので手一杯で、ガードビットもつけられているのでここは防戦一方となるか。さてそろそろ相方が覚醒たまりそうですね。カットしたかったが、まあここはカットは断念してしっかり着地取っていってから、ここは前角でスターウィニングのビームマシンガンを耐えていって、
さすがにこれはもう避けられないか、ファンネロ食らってから射撃 CS。 もしかしてなんか変にあがかない方が安く済んだ説。まあよくわからないけども、 L 覚醒を吐いて相方ギリギリ覚醒がたまらないので、ちょっとだけ援護してあげたいですね。まだまだこちらの体力には余裕があるので、今度はガンダム側低コストが攻める展開となる。相方がウィニングのリアルモードの格闘を食らっているところで、突き刺しからの鈍足おじさん。ここで置き攻めをやっていきたいが、起き上がられてゼロシステムは効いてない。ウィニングを倒して爆風に飲まれながらもまだ前に行きたい。さてここからウィニング行くか、射撃格闘派生相当伸びるな。ウィニングとウィングゼロが覚醒して、これで向こうのチームには覚醒なくなったわけですね。ここで復活して即覚醒を吐く、奴隷覚醒するが、相方はギリ溜まっていないが、ここはしっかり攻めていきたい。ブーストを使ったウィング、相方と示しを合わせて2人で取っていく。ありがとうございます。なんか変な置き攻めにこだわらなくても、まあ、普通に手数が多いガンダムすごい使いやすいですね。3戦目、お相手ペイルライダーとトールギス3ですね。オンラインでよく会うペアの一つなんでしょうかね。開幕は相方のギス3の照射ビームがペイルライダーを捉えて一気にダメージレース、こちら側に傾いた。今のナパムナいい線いってたと思うんだけど、ギス3には当たらず、ここから帝国同士そして高校同士のお見合いになるが、ガンタンクを配備して相手を動かそうとするが、まあ、向こうにはミサイルポットがある前に180ミリキャノンを食らってしまった。今のはあまりにもうかつ、まあ、ペイルライダーね、対マンの時ミサイル注意しなきゃいけないけど、今みたいな被弾はちょっと褒められないな。おっとメガキャノンの流れ弾、ちょっと幸先良くないぞ。相方はまだまだ体力残してるし、抵抗としてここから減りたくない。しっかりミサイルガードしてトールギス減らしてくれてるのはありがたいですね。ここからはお見合いになるか、とりあえずペイルライダーのミサイルを、怖い、ひたすらに怖い、オーバーヒートになりながらもとりあえずはかわして、また疑似対マンになる感じかな。しかし相方のメガキャノンの援護もあって射撃シースを当てることができた。向こうの抵抗にダメージ与えられたのでカウンターして、ここはちょっと逃げましょうかね。このままじりじりとダメージレース優位に立っていきたい。今のは覚醒のカットインでちょっと見られちゃった感じか。ギス3に無知のコンボを叩き込まれて、向こうのトールギスが覚醒、食らいたくない。この微妙に溜まってない覚醒がなんともなんとも。ペルライダーとギス3に追われて、一度はバズーカで迎撃に成功して、とりあえずは相方がギス3を倒してくれた。おっとリスイチがすごいぞ。これは見えていたので、逆にこちらが暗転で向こうの無知を見た感じですね。覚醒するが、L 覚醒だとブーストの回復量が少ない。どう切り抜けるか。まずはバズーカからのシールド、そして相方が覚醒して多少ヘイトが向けばいいか。 V 作戦全員導入してからの鈍足おじさん、やってまいりました。置き攻めの時間です。大成功。ペイルライダーを撃墜してコスト上では有利に立った。しかしここですぐ自分が落ちてしまうと、せっかくもぎ取った有利はパーになってしまうので、まだ慎重に行きたい。相方の体力もね、ちょっと微妙に怖い線に入っているので、そこら辺も考慮していきたいが、ギス3にガンキャノンからバズーカバズーカと、さすがにこのナパームは当たらず、相方が減ってきましたね。そろそろ落ち時でしょうか。こちらが落ちてL覚醒が回せれば万々歳ではある。カイさんが本当に強すぎる。V 作戦を展開して最後に射撃 CS でやられてしまった。ギリギリ覚醒が溜まってないのが歯がゆい。今回ちょっと多くないか。ペイルライダーが最後の覚醒ですね。まあここからの勝ち筋としては、まあこれは永田ザクとしてのプレイヤーの色も入ってるんだけど、まあ、ここで自分が何かしらガードして覚醒を貯めて、相方と一緒にもう覚醒のないペイルライダーを2人で押し潰すみたいなのが望ましくはあるが、そろそろ時間も少なくなってきたので、覚醒がないけどもう攻めちゃいましょうか。ギス3が怖いが、今のな、メガキャノン当たってればな、と思ったらマシンガンで覚醒が溜まって、相方と一緒に行きたい。ペイルライダーに射撃がガードされてるうちに、これは相方がやられてしまったんですね。これはね、後の祭りなんだけど、相方にもっと早めに吐いてもらって、で、俺が覚醒ないけども、まあ、後ろからついていけばよかったなと。相方に言っちゃったんだよね、まだ覚醒使わないでって。
まあ、その石橋を叩いて壊すみたいな、そんな自分の性格が災いしちゃった感じっすね。許して。4戦目ということで本日ラストですね。相方は変わりましてターン X、 そしてお相手はダブルオークワンタとペイルライダーですね。やっていきましょう。早速相方が前線に出てくれるので、こちらは射撃シース等々狙っていきたいが、ペイルライダーにガンキャノンは当たらず、右ら辺でクアンタに襲われているので助けてやりたいが、さすがにクアンタのカット体勢は優秀だった。カットができず、向こうのクアンタがここはしっかりナパームで取っていって、いつからだっけな、なんかちゃんとナパームが相手との距離を調節して打ってくれるようになったんですよね。いつからだろう本当に。俺が普通にガンダム使ってた初代エクストリームバーサスでそんな便利機能はなかったんだけど、まあどっかで追加されたんでしょう。相方が食らいつつもギリギリ覚醒がない感じか。これで溜まったか、ぜひ吐いていただきたい。メインからバズーカ、そしてライフルでしっかり取っていって、置き攻めはかなわず、相方のところにクアンタが行ってるのでギリギリバズーカの爆風だけ当たって外せなかったが、ここでハルートに掴まれるが相方にカットしてもらって、まあ、ちょいちょいいい感じですね。射撃 CS も入ってペイルライダーミサイルを警戒しつつ、なんかジャベリンを食べてるけども、ここさ覚醒あったんだけど絶対 F 角のクアンタから逃げられないと思ってあえて使わなかったんだけど、まあ、実際どうなんでしょう。ゲームに詳しい方からの意見を聞きたいところだが、ここは永田覚醒を使わないことを選択してクアンタから逃げていきたい。タンクスが覚醒してくれてガンキャノンに守ってもらいつつ、横からの突角踏んづけ派生ですね。ペイルライダーも落ちそうなのでここからそっちに行ってもらいたいが、クワッター覚醒して後ろステップは余裕で食われるが、相方のナイスカット打ち上げてもらって、どんな窮地でもドン底おじさんはやめられない。相方がペイルライダーを落としてくれて、さらに照射ビームを当ててくれた。ここでまあもうクワンタ覚醒ないだろうから、まあ L 覚醒回されたらどうだろうな。まあそっちをターゲッティングしていきましょう。L 覚醒を吐いて、いろいろ弾を送りつつ、クワンタムバーストに備えて、スーパーアーマー付きの覚醒技で締めですね。結果的には勝てたけど、あそこでしっかり L 覚吐いて、かつ全力で逃げれば、大丈夫、助かったかな。いやでも覚醒クワンタから、2000コストのエルカクで逃げ切れるとは思わないんだよな。そこら辺のね駆け引きも難しくも楽しいところですよね、このゲームの。そんなわけで本日はここまで。みんなも俺の秘蔵の置き攻め使っていいぜ。